い、こちらがジャジャマンです。今回はモッテキーナ浜松行っております。約2年ぶりです。めっちゃ久しぶりです。でモッテキーナといえば浜松じゃないですか。浜松がモッテキーナの発祥なんですよ。なのでね、久しぶりにこの始まりの地にやってまいりました。今回はお菓子台メインでチャレンジしていきたいと思います。ではね、早速やっていきましょう。久しぶりのモッテキーナ浜松。マジでね、売り場はめちゃくちゃ変わった。設定もねかなり進化してるんじゃ。おー、動く。これはいけそうだぞ。やっぱね、寒天団ってすごいんですよ。2年来ないとマジで全部の売り場変わってるから。特にね、モッテキーナ浜松アミューズコーナー変わりすぎだから5番の目みたいになった。とりあえず寝かすか。はい、これ救うかな。あー、やっぱ滑っちゃうか。どうかな。いいとこ入ったんじゃない。さあ寝かすところから立ち寄ったから。そしたら奥側だね。ダメか。どうかな。このまま横にスライドしてくれたら簡単なんだけど。おお、来た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 。これで取れたら全然お得っすよ。さあ頑張れ。右側かけて奥に奥に。あー、やばい、奥行っちゃった。こっからの BCBC ダメだダメだこれ。おー、オッケーオッケー。あとついて落とすだけ。これはひょっとしたらモッテキーナ浜松さんいけるかもしれんすよこれ。はい、ありがとうございます。はい、1個目でーす。まあね、こっからどんどん乱獲していきたいと思います。やってみましょう。お店の実力はカルパスで測る。そう、お菓子台のね基本ですよこれどうかな。おー、まあまあまあいい動きしましたよ。左アームがポイントっぽい。どうかな。じゃあ左寄りで動きを見ましょう。おー、横になってくれればねなんとかなりますよ。この感じならね。あぶね、ボタン反応しないとこだったさあどうでしょうか。もうちょっと、おー、いいねいいねいいね。左アームスやった。これ順調に横にスライドしております。どうかな。手前のバーギリギリ狙いたい。頼む。 OK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 。 やっぱね、浜松のお菓子台はね昔から取れたんですよこれ今もう取れるはず。オッケー、来たー。これリーチかかりましたよ。もう一度同じところで外してゲットできるか。オッケー、来たかな。どうかな。甘いか。ちょっとオッケー。結構ね、浜松動きシンプルですね。これはなんか取れそうな気がする。お次はお菓子じゃないけどラーメン。これね、モッテキーナ藤枝にもあったんですけど、ちょっと一回りちっちゃいやつは結構簡単に取れたんですよ。ここはどうかな。おー、動くね。こっからですよ。このハマり方するとなかなか動かなくなる可能性がある。ここはモッテキーナ浜松さんの腕の見せ所っすよ。良心設定頼みますよ。奥っ側いきます。どうかな。おー、奥っ側の移動はちょっとで OK。 結構加工するからいいとこ入ったね。スライドさせろ。おっ、ギリっすよ。ここ乗ってるだけっすよ。もう一回同じところつきますか。これで引っかかって、もうこれいったっしょ。はい、ありがとうございます。やっぱね、ラーメン台は狙い目っすよこれ。全然取れなかった時は札幌一番味噌ラーメンやっとけば取れる。予算がない時はぜひこれやってみてください。坊主のおがれです。今ね、夏休みだから夏っぽいものをやっとかないと。夏ポテト。さあどうでしょうか。四つ入り、この設定最近多いですね。おお、バランスキャッチするけど、これやばいんじゃない。バランスキャッチすると、おお、いけんじゃん。突き刺さったけど面白いじゃないですか。ちょっと右寄り、右アームで引っ掛ける。どうかな。はい、持ち上げてくださいそういう小手先の技術とかいらんのかこれ。おお、マジ、うん、パワープレイね。パワープレイが効くやつ、効きすぎるやつだわめっちゃ面白いじゃんこれ。いいよ。お、持ち上げんなよ、持ち上げんなよ。今回は左ブランブランだからおお、とりあえずこう持ち上げてドーンと落とす作戦で。やべえ、全然違うとこ行った。やばいよ、ちょっと久しぶりの持ってきな浜松にうぬぼれてるのかもしれん。所定の位置に戻ってまいりました。さあ早めに取りたいよこれは。おお、ちょ、マジ頼むぜ夏だから、夏だからパーッと振る舞いましょうよ。あ、やっ、おお、お、これはいったっしょ。ってことはここかな、どうかな。こい、オッケー、ナイス。夏のせいです夏ポテト4つ入り。買えば結構高いよ。
取ったらさらに楽しい。なんだね、持ってきている浜松の設定にも慣れてきたんで、じゃんじゃんこっから行きましょう。たまにはね、こういう山取りチャレンジ入れとかなきゃダメでしょ。台湾キャッチャー流行ってるんで、やっていきます。加工停止をうまく使って、おー、なかなかホタテの回避も取りやすいんじゃない。おい、おー、来た。おい、来た、来た、こっちでやる。おっしゃー、1個ゲット。もう1回やるか。さあ、次はこの磯焼きカバ取れそうなので、やります。ちょっと待って、何、お菓子セットとかある。これでのお菓子セット欲しいっしょ。やっぱお得にゲットしたいじゃないですか。結構いくよこれ。やばい、スタに、甲子園のスタに、やばい。はい、来た。おすすめよ。うわ、うわ、ドラゴンクローめっちゃいいっすよ。来たらね、ぜひやってみてください。めっちゃ楽しいです。もうこれはお子様歓喜でしょう。アンパンマンカレー、しかも5個入り。あ、すげえ。カレーの他にハヤシ、ひき肉、ミートソース、中華丼。いや、気づいたらバーに当たってやがる。おお、え、マジ、チャンスじゃないですかこれ。この台の醍醐味は下のメッシュに当たった瞬間ドッカーンと落ちるんですよ。これを見せたい。やばいな、今日はあのバーに当たる日です。ご彙力オッケーです。おい、止まんなよマジ。まずはカレー、アンパンマン、林ポーク、林ポークもあるんだね。子供じゃなくても僕が食べたい。あ、ミートソースポーク、これパスタにかけるやつ。中華丼、ひき肉でーす。200円だよ。いや、奮発してますよ。よし、じゃんじゃん行きましょう。これ加工停止あるんだ。素晴らしい。ほい。頭は重い。だから、ケツか。ケツの方狙いましょう。なんかあるからね、絶対。ほいよ。もう少しでハマるね、これ。本当はここ狙って、はめたくはないが、これなら動くっていうのは分かったから、これで狙う、いい形になりましたね。けどさ、これ頭の方持ち上がらなかったらやばいんじゃない。わけ、状況が違うから動くの。どうなんでしょう。おい、さあ頭の方動いてくれ。あー、ちょっとバーに当たった。どうかな。 OK。 おー、いいじゃん、リーチリーチ。さあ、リーチです。バーの奥狙っていきます。当たっちゃうかな。あ、いいね、入った。さあ、すくってくれれば。うわー、なんでついても落ちなさそうだしな。もう一回頭前に当たらなければ。いいね、いいね、いいね、いいね。来たんじゃない、来たんじゃない。オッケー、ナイス、気持ちいい。めっちゃグッズできました。動くですね、重心が。はい、ありがとうございます。うち、めっちゃゲットしました。やーべ、うまい棒の山積みあった。めっちゃいいじゃん。おおお、いやー、けど一筋縄ではいかなそうな感じかな。これ倒したいよマジで。やっぱりね、揺れてるうちに、揺れてるうちに行きましょう。はいよ、はいよ、これ結束バンド、ほい。おお、弾き飛ばされた。これね、一度でいいから山積みドッカンやってみたいんですよ。このその夢がね、 YouTube で見てた夢が叶いそうな、この台、せめて加工停止があれば。無理か、ほい、神プレーを。手前なのかな。もうちょっとこの金具、このフックの手前側狙ったらいけるかもしれない。100プレー目です。そんなやってねえけど。さあ、どうかな。さあ、奇跡起こってくれ。あー、避ける。これコツとかあんのかな。だけど揺れてるうちでしょ。で、フックに当てないことだよね。こい、あー、今のは惜しかった。めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる。揺れが新鮮なうちに引き上げてくれ。頼むよ。うーい、ラスト。おーし、これで来なかったら、おー、残念。これ撮った方いたら教えてください。なんなら動画とかも上げてください。次のやついきましょう。俺はヤングドーナツを撮らなきゃいけない。なんたってこの夏はヤングドーナツめっちゃ好きな人とね、ちょっとお会いすることになったんで。またチャンネル登録してお待ちください。俺よりもね、100倍有名ですよ。まあね、YouTuber ではないんですけど、ちょっとね、その筋のちょっと企画を用意してるので。オッケーオッケーオッケー、これはいけるぞ。意外と簡単だ。ちなみにヒントは、ヤングドーナツが好き。あとは、ミュージシャンです。出てくれるか、出てくれるかはわかんないけど、最近連絡が取ったんで、彼なら話もうまいし、心よく出てくれるんじゃないかなと思ってるが、多分ね、たまげますよ、みんな。持ち上げろ。さあ、これでゲットすればまだお得なんじゃないですか。おい、
オーケー、ありがとう。やっぱね、この夏はやりたいことを存分にやろうと思います。クレーンゲームもそうだし、最近遊んでなかったんで釣りとかもやってみたいなと思ってて、釣りもやろうか。やっぱあとはね、美味しいものも食べたいよね。夏休み僕ないんですよ。ないけど動画回してればなんか楽しい気分になれるから、夏休み気分は味わえるってわけなんですよ。やっぱね、一つのものを極めるのもいいんですけど、やっぱね、いろんなこと経験してほしいんですよ。だからね、俺はオールジャンルでこれからもやっていきます。あとちょっと、さあ最後は綺麗に決めるぞ。クレーンゲームの良さもちゃんと伝えたい。どうかな、持ち上げる、こい、ドン。あと1回、あと1回つけば落ちる。さあこれでビンゴでしょう。決めるよ、来いよ。さあ入って、ちゃんと持ち上げるよ。オッケー、ナイス。ちょっと箱がでかすぎて心配だったけど、なんとかゲットすることができました。これ多分上手い人だったら数手でゲットできるんじゃないかな。狙い目です、やってみてください。はい、って感じでね、2年ぶりにモッテキーの浜松遊びに来てみました。クレーンゲームお菓子代やっぱりめちゃくちゃ取りやすいです。浜松鑑定団来た時はぜひお菓子代もチャレンジしてみてください。フィギュア代もね、めちゃくちゃ盛り上がってて、もうね、列で30人ぐらいいるんじゃないかなってぐらい並んでます。またバンバンモッテキーの浜松の動画上げてきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ次回見てください。バイバイ。